六本木で買いました。なんかね、もう少し硬いイメージがあったんですけど、なんかこう優しいデザインだったんで一目惚れして、あーでも意外にこう定番っていうものの形がすごい好きなんですけど、ずっと定番定番な、なんかきっちりとした形の、個性的すぎないものを選ぶようにしてて、で中で遊ぶっていうのが結構多いんですけど、なんかマント、ポンチョタイプみたいなものは買ったの初めてなんですけど、なんかこう割とガーリーになりそうなんだけど、すごくこうカチッとしてるんで、なんかあんまりガーリーになりすぎないっていうところが、私に合ってるかなと。甘辛っぽいのが好きなんです、うん、すごくそこがなんか自分の今の気分にぴったりだなと思って買いました。着にくいのかなと思っていたら意外に軽くて暖かい感じがして、うん、意外に楽です。これはちょっと寒いです。でもおしゃれだからいっかみたいな。巻き下丈のスカートに回せることもあるし、あとショートパンツで今日みたいに合わせることとかも多いです。うん、なんかあんま何も決めてない、自由にその日の気分でコーディネートしてる。すっごい褒められるよこれ。おう、うん、なんか受けはいいですよ。うん、みんなにどこで買ったのって言われて、あでもマッキントッシュって言ったらえって言うんですよ。みんな知らないかったって言って、こういう形もあるんだっていう感じで結構すごいびっくりされる。うん、あでも意外に男子受けも良かった。なんか女性らしいからかな、形が。うん、でも女の子が真似して私も買おうかなっていう子が結構いました。うん、好きで好きでしょうがないんです。